はい、3位ネオフェニックスになります。昨シーズンが23勝37敗、 B1 中地区6位となっております。はい、まあ、大野大成1年目でしたね。はい、まあ、インアウトのところを見ていくと、まあ、正直プレータイムなかった選手がある程度出てったかなというところになりますね。まあ、外国人選手を除きますと、はい、まあ、半沢選手でありましたり、土屋アリスター、時生選手、根黒選手というところ、まあ、でありますね。まあ、昨シーズン中心だったオックイン選手、ヒックス選手、コリンズワース選手とかね、が出ていったという形になります。まあ、オーミーの引退などもあります。インのところですと、秋田から大浦選手だったり、KBL から森口選手などなど、あとは名古屋からね、非常に大きな補強でした、コティ・クラーク選手の補強もありました。はい、まあ、順位予想見ていきますと、山さんが7位、球児さん、あずさん、覇王、僕が5位予想、中野さんが6位予想となっております。ということで、山さん、お願いします。はい、コメントの通りで、怪我に悩まされた戦力っていつ開くのっていうので、ここって本当に毎シーズン毎シーズン怪我に泣いて、怪我がなければ強いっていうふうに言われてるチームなのに、毎シーズン毎シーズンやってるんですけど、それいつ開くんですかっていうふうな話なんですね。まあ、それは置いといて、まあ、出てった選手もそうなんですけど、入ってきた選手は、なんだろうね。入ってきたはいいものの、特に日本人っていうのは、各チームで鼻開かなかったというか、森口くんもそうですし、ゆうくんも、もともと3円で、やってきて、まあ、今年ルーキーイヤーだとは思うんですけれども、あれだな、特典の時にそんなにいい結果を残せることができずにっていうふうな形での、また3円での復帰っていうふうな形になると、そこがちょっと、不安材料かなっていうふうに思いますし、ちょっとインサイドの方にも目見てみると、デビッド・ダジンスキーが、まあ、どこまでやれるかはちょっと不明っていうのもありっす。それ、抜かせば、インサイドちゃんとできるの多分太田の、おじさんだけなんで、そこもちょっと不安かなと思いつつ、7位の予想というふうにさせていただきました。うん、なるほど。はい、次、自分ですね。そうですね。お願いします。あ、大丈夫ですか？喋ります。あ、大丈夫です。はい、じゃあ、そうですね、しゃべります。まあ、補強について本気を感じますよね。そのコディ・クラーク取ったりとか、あとはちょっと実績3つですけど、KBL から森口くんとか連れてきたりとか、そういったところは、まあ、そうね、まあ、補強をうまくやったなというふうに思うんですけど、そうは、やっぱり熱くはないですし、毎年の課題である野戦病院化、これはちょっと、今年も、まあ、野戦病院になっちゃうんじゃないかなっていうふうに、まあ、何の根拠もないけど思っています。これが解決しないと、やっぱり今年もチャンピオンシップは遠いなというふうに思っています。で、注目選手、コティ・クラークですね。本当に名古屋の時、何でもできる選手だと思っています。ただ、その何でもできるがフルに活用できるような周りのメンバーなのかっていうか、そういったところは本当に懸念していまして、確かにヤンテン・メイテンとかね、去年怪我する前までは本当にスーパースターレベルの選手だったと思うんですけど、メイテン、細川くん、他、佐々木くんとかが、そうね、クラークの強みを生かす選手になれるのかとか、合うのかとか、そういったところを非常によく見ていきたいなと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。たら、あずさんお願いします。同じコティ・クラークですね。はい。去年からの流れを組んでいて、まあ、クラーク選手、大浦選手といったインパクトのある補強をしたなというイメージなんですけれども、まあ皆さんおっしゃってる通り、このチームで一番気にかけるべきは選手個人の健康問題といいますか、毎年毎年ロスターが火の車になっているイメージがありますので、なんとか今シーズンはそこを解決して、もっともっと上のところに来てほしいなという思いが個人的にもあります。そこが解決されてしっかり戦力が噛み合えば、まあ5位とは予想しましたけども、これより上ももしかしたらあるんじゃないかなとは思っています。注目選手ですが、やはり、名古屋での活躍は非常に目覚ましいものがありましたし、まあ、チームが変わって難しいところも多少なりともあるとは思うんですが、前のシーズンまでの、実力を存分に発揮してほしいなと思います。コティ・クラーク選手です。はい、ありがとうございます。
はい、まあ、僕も5位予想というところで、まあ、個で打開できる選手っていうのは非常に多いなっていうのは思ってます。でその中で去年、まあ、その個が個だったなっていうイメージなんですよね。なかなかチームとしてイージーな崩しに持っていけなかった、効果的なアタックに持っていけなかったっていうのがありまして、でそこがどうなるのかなというのが非常に気になっているところで、かなり何でもできるコティ・クラーク選手を取ってきたっていうのはまず一つのプラスポイントにはなってくるのかなと思います。でそれでプラスであとはまあ佐々木選手であったり、あの若手で入ってきた大浦選手であったり、このあたりをいかに効果的に活かせるかだと思うんですよね。やっぱりチェックが厳しい時のシュートと厳しくない時のシュート、これは大きな差がありますので、いかにイージーな状況を作れるのかというのが、まあ、大野ヘッドコーチに求められるところなのかなと思っています。まあ、ちょっと正直ブラックボックス感あるので、どこに行くかなっていうのは分かんないです。なんか結構上位予想してる人も多いなと思ってます。うん、はい、あれが、うん、自分からしたらなんでだろうっていうような印象ですね。そうよね、結構まあ順位予想をねされている有識者の方々って結構いまして、その方々見ると結構才能とかって高いですよね。うん、まあ、ヘッドコーチの評価であったり、まあ、あとはね、まあ、それこそクラーク選手の加入、まあ、インパクトあるところだと金丸選手のね残留とかもありますんで、そこら辺も評価してるのかもしれないですね。